さん、どんな料理を見せてくれるかな。もうできたよ。はいはい。えい、待ちどう。ただのベーコンなんじゃない？というか、ベーコンだけじゃちょっと重い。それはただのベーコンじゃない。口の中に入れたら野菜になる。え、でもどうやって。そのベーコンはさ、動物の命は乗ってない。だからお肉の重さを感じない。そのベーコンを作るために豚の命なんていただいてない。なんですって？動物を殺さないでベーコンを作れたっていうの？一体何をした？私は豚に大怪我させただけなのだ。私逆にひどいと思う。そう、あの豚はまだ生きてる。まだ生きてるはず。あ、何これ？ただのベーコン食べてるなのに私は性的に興奮してる。おそ松。